あれさ、チャンプルーです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 。今日はですね、こちらですね、ボンズっていうところからこうハンバーグっていうか、ビーフのミンチを買ってきました。ビッグとかってなってますけど、80% が、なんて書いてあるのこれ。リアンってなってまして、で、20% がファットってなってますね、こちらね。で、これを、ちょっと、今日は、これですね。まあ、値段がですね、12ドルぐらいですから、これが一つ200円ぐらいのもんですかね。こんな感じで。まあ、これをね、今日2つぐらいは食べれるのかなとかって思うんですけど。まあ、こういう感じで。下に紙を引かれてまして。で、こんな感じで。で、まあ、横着っていうやつですね。油も引かないで。まあ、紙はこんな感じですね。で、あとはですね、このサラダ、こういうやつですね。なんかもうすでに洗われてて、いろんな野菜がこう入ってるやつ、こんな感じですね。オーガニックになってますかね、これね。ね、こういう感じでね。で、これはまあ蓋をしておきますね。で、まあね、もち男のね、まあ手抜き料理なんでね、ハンバーグと持つとね、まあサラダね。まあ後でね、チーズを入れようかなとかって思いますね。で、こういう、こう、セロリをかじりながら。こう、名前なんて言ったっけ？こういう、なんか、リンゴみたいな。はい。取れないな。ちょっとスティッカーが取れない。あ、取れました。そうですね、今日は友達とランチをこうチョップスティックっていうところに食べに行きまして、ちゃんぽんを食べてきましたね、ランチは。で、あとはクラブハウスでね、いろいろ喋ってたんですけど、まあいろんなね方がいらっしゃって、まあ世の中面白いなって感じなんですけど、まあ鍋はねこんな感じになってますね。まあ一応油とかも引いてませんね。こんな感じで餅を引いて餅を引いてじゃないか、普通のかハンバーガーがこんな感じですかね。どういう味になるかわからないんですけど、あと焼けた頃にこのチーズをね、このハンバーグの上にまた引こうかなとかって思ってますね。で、まあフルーツはこんな感じで、まあかじりながら、うん、デザート先ダイエットっていうやつですね。で、もずくですね。今日はドレッシングをこちらのねサラダにこうかけたいと思いますね。こういう感じでね、もずくドレッシングっていうやつですね。まあでね、まあせっかくなんでね、フィンゴのコラボでしょ。これを食べたら病気にならないとかっていうやつですね。Are you sick? No, I'm not! とかっていうやつですけど。
ね。まあこれもね、まあね、本当あの横着のね男の料理なんで、まあ料理っていうかね焼くだけっていうやつなんですけどね。ね納豆はねやっぱ健康にいいって聞きますよね。まだねちょっとなんかアイスがかかっててなんかうまく かき混ぜですまあね少しでもやっぱりこうね健康を目指してみたいなやつですかね。美味しそうですね。ユーっていうやつですかね。ユー納豆納豆これをねサラダに乗せろっていうやつですねこんな感じですかね。もずく野菜納豆サラダみたいなやつですかね。なんでもありですね、もうね。なんでもあり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 みたいなやつですけど、ちょっといただいてみますね。うん。まあ、一石二鳥三鳥みたいなやつですかね。ハンバーグももちもそんな感じになってきました。もういいのかなみたいなやつですけどね。これひっくり返そうと思いますね。ちょっと待ってください。よいしょ、来ました。よいしょ。こんな感じになりましたね。こんな感じですね。あー、またも焼けるの忘れたら発掘者にはバンバンするの忘れたの大事だと思うね。あ、いやいやいや、あ、すいませんね、すいません失礼しましたね。このあのもずく納豆サラダいけるかもみたいなやつですね。でこれの上にねハンバーグの上にあのチーズを乗せて、でねハンバーグだけじゃ面白くないんで一つは餅の上に乗せてみますねこんな感じですかね。餅チーズこんな感じチーズの上にね、うーんですね。わ、美味しそうですよね、こういう感じでね。味が気になりますね。その前にね、ちょっと、あの、今、外も見てみましょうか。外はこんな感じですね。公園になっていて、時間が8時、ちょっと、あれなんかな、誰かが叫んでましたかね。ちょっと寒いんで今気温が14度ぐらいですね誰かが避けてるなんなんだろう、ちょっと見てみなんか若い人が叫んでますね。なかったでしょうか。ちょっと
まあね、いろいろあるんすね。あれあれ、まあね、いろんなことがあります。ちょっとね、やっぱり若い人たちはこう喧嘩したりいろいろあるんでしょう。こういう時には中でおとなしくっていうやつですかね。うん、もうそろそろいいんじゃないですかね。わあ、チーズもとろけてきました。こんな感じでね、美味しそうですね。ね、もちチーズっていうやつなんですよ。あ、もちがくっついてる。よいしょ、これしょ。もちチーズに、ハンバーガーチーズ。こんな感じですか。美味しそうですよね。熱いっすよね。熱いっすね。あ、いけるかも。もちチーズ。何も振ってないですね。塩も胡椒もね。どういう味なのか。うん。しっかりビーフの味がしてますね。で、こちらはチーズを乗せたやつ。焼肉のタレ。ハンバーグにかけますね。まあ絶対合いますよね、焼肉のタレね。焼肉のタレハンバーガーっていうやつをいただきます。オリジナルチャンプルーソースをこう、オリジナルのチャンプルーソース、こんな感じですかね。ね、よいしょ、これしょ。まあ普通はね、こうミンチにされてるお肉とかあんまり買わないんですけど、久しぶりになんか買いました。うん。オリジニオジオリジニじゃない、オリジナルチャンプルソースの方がいけるかもしれないなっていうやつですね。これは納豆もずくサラダっていうやつですかね。いただきます。うん。まあこういう感じでキャンピングカー生活を楽しんでます。味、あ、また。
はやさいは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 い